タブロで馬娘騎兵が出てきたので、に対するみんなの反応。改めて馬娘世界の歴史とか戦争について考えてみる。多分フランス共和国親衛隊騎兵連隊の制服だな。連隊内に吹奏楽隊があるから所属はそこっぽい。ところでこのヘルメットは馬耳貫通してるの？それとも馬耳もヘルメットの一部？手前とその奥の馬娘の耳が、それぞれの髪色と同じだから貫通してるっぽい。この世界だと軍隊とかの男女比かなり変わってそう。この絵は騎兵ではなく儀仗兵か軍楽隊なのでは？でも儀仗兵とか割と昔のスタイルを受け継いでるとこ多いし。飛脚馬娘概念とかのスレ思い出した。これ東海道53次丸ごと使った、超長距離レースやってそうだなと思ってしまった。日本で一番最初に開催された駅伝が、東海道53次丸々走るやつだったはず。昔から飛脚は馬娘の職業だよなぁと思ってたが、ここは予想通り。飛脚は人間がやった方が早そう。超長距離になった時の馬娘のスタミナ次第かね。青春シナリオで、江ノ島まで走るとかなんとかのイベントあった気がする。全力疾走しなければかなり長い距離走れそう。現実だと女性軍人ってなかなか大変らしいけど、馬娘世界だとどうなんだろうな。身体能力だけで言えば絶対戦力になりそうではあるんだけど。遊牧生活は、馬娘の食料消費的にできないと思うのだが、仮に遊牧馬娘集団がいたとしたら、やっぱり子孫残すために定住民の集落から男性さらって、アマゾネってたのだろうか。まあ、史実の遊牧民にも誘拐婚なんて文化があるし、草原の民馬娘が気に入った男をさらって、婿にする文化があってもおかしくないかも。馬娘の燃費って実際どうなの？スペオグリたちはほぼ外れ値だから参考にならんし。少なくとも一般人の2、3倍程度は平均で食べるんじゃない？チケゾウにダイエットの協力を仰いだら、前菜と思われるサラダの時点で山盛りだったぐらいには食う。チケゾウは、何か追加を持ってこようとしてたが、食事前にチケゾウトレーニングで疲れ果ててたトレはサラダでダウン。馬娘の食事量、作中で明言される馬娘がアスリートなのもあって、種族全体での食事量を推測するのは難しいと思う。燃費って意味なら、食料消費量が人耳と同量から数倍が平均と考えても、重機とかない時代だと、パワー面ではかなり効率良さそう。道具も使えるし、自力で効率のいい動きを模索することもできる。WW1 で馬娘装甲兵による集団突撃が、機関銃と塹壕、鉄条網で粉砕された教訓を活かして、正面突撃で、敵陣に衝撃を与えるよりも、後方強襲などの浸透戦術がより進むと考えると、割と現実と変わらんな。鉄条網と塹壕と機関銃が牙突撃の有効性を終わらせた。いやよく考えたら陣地に浸透されたら、厄介さが騎兵の比じゃないわ。実際馬を乗ってる偉人の絵が多いから、馬娘世界はどうなんだろう。肩車だったらシュールな光景。馬ソールに制限がなければ、中世以前から成田大臣みたいに小食な馬娘を国策でたくさん増やして、戦争しまくってるだろうから制限はあるだろう。独ソ戦で大量の女性兵士が動員されたソ連軍のレポートだったかでは、女性兵士は狙撃兵に向いてるんだったか。我慢強く、目標に執着できる傾向があるので、狙撃地点で待ち構えて数日潜伏するのも成功しやすいとか。馬娘の場合だと感覚も鋭く、狙撃銃などの重量ある装備も運べるし、狙撃後は速やかに離脱できると考えると、WW2 では馬娘による狙撃と浸透戦術が猛威を振るったかもしれんね。本来なら陣地に据え置かないと撃てない機関銃を、人間用の小銃感覚で移動しながら撃てるとしたら、かなり厄介だろうな。馬娘なら人間が、移動しながら撃てない兵器とか大人数で運用することを前提とした兵器を、移動しながらとか少人数で運用できるのが強い。能力差があれば人を支配しようとする馬娘も現れそうだけどどうなんだろ。ほとんどの国の歴史で、先行を挙げた人間が貴族階級になっていくわけだから、馬娘世界では銃が流通するまでは、馬娘による貴族統治を行う国がほとんどなんじゃないかな。中世ヨーロッパだと戦争は貴族がやるものって感じだったらしいしな、
戦争に強い馬娘が貴族になっててもおかしくないけど、人間ではなく貴重な馬娘を戦争に投入できるかどうかはわからないが、とはいえ人間のトレーナーしかいないことを踏まえると、馬娘は前線で戦う下級中級貴族止まりで、政治や軍事の指揮をやる上級貴族は、人間が占めてたんじゃないか？ちょっと待ったー、アニメ公式の方になってしまうが、トレーナーに関してはちゃんと設定があって、トレーナー資格自体は人耳馬娘関係なく取得はできるぞ。まあ普通に考えたら、マジで馬娘貴族主義世界になって、現実と似たような歴史たどることになるとは思えないから、なぜそうならなかったかって考えると、多分馬娘の娘が馬娘とは限らないからだろうな、特権階級になったとしても一代限りだったんだろう。人を支配しようとする馬娘たちを、人と共存してきた馬娘たちが打ち倒してきたんだろうなとは思うのよ。馬娘を止められるのは馬娘だけだろうし、戦いは数だからな、馬娘が一枚岩なら違うだろうけど、人側につく馬娘がいるなら、どっちが勝つかなんて語るまでもない。身体能力だけで勝てるなら、武器や騎兵とかの兵種が生まれたりしないんだけどな、それこそ古代の戦場は騎兵以外存在価値ないし、現代でも戦車以外の兵種必要ないってことになる、そもそもが身体能力だけで勝負つくなら、人類はもっと早くに絶滅してる。支配って別に、恐怖政治とか搾取みたいなニュアンスじゃなくて、日本でいう江戸時代の武士と町人のように、役割的に当然そうなるだろうって意味だったんだけどな。兵士とか言い出すと、それこそ近代までは騎兵や戦車チャリオットのことねを構成するのが貴族、歩兵を構成するのが市民なんだから間違ってないんじゃないかな。バイアリー・タークさんとかいうレジェンドがいるので、あの世界の馬娘の忠誠心自体は割と疑われてそう。実際フラッシュとかもドイツに連れ帰りそうになってるし、馬娘の亡命、誘拐自体は、日常茶飯事だったんではないだろうか。ヤクザ社会では馬娘がバリバリ活動してそうな気がする。戦闘力もあって見た目もいいと、ヤクザの護衛としては一石二鳥なんだよな。実際不良とかチンピラ馬娘もあの世界結構いるっぽいから、その方向に流れる娘もいそうだし。闇金の回収役やらせてもいいよな。俺だったら何が何でも払おうと思うし。護衛とか使い走りとかじゃなく、馬娘自身がヤクザの親玉になってそうだが。それでも人徳で馬娘を従えてる人間の親分もいるとは思う。トレーナーと馬娘のような関係性があるのなら、そういうのだってあるだろう。ヤクザじゃないけど、馬娘世界の三国志では劉備が人間、関羽張飛が馬娘だったんだろうな感はある。まあヤクザみたいなもんだが。三国志だったら関鳥羽が、大柄な豪快系で呂布と共闘してそう。絶衛は忠義系の女の子で曹操をかばってる。敵路はエピソード的に発光系だけど、劉備に最後まで付き従う話がありそう。ガチで周囲から不幸を招く、と言われて育ったライスポジの敵路。信頼してた劉備に敵路、ついにたたったかって言われてめちゃくちゃ曇るやつじゃん。序書その馬娘、災いを招くから他の人に渡した方がいいですよ。劉備他の人に渡すぐらいなら災い自分で被るわ。敵路プンク、序書セル。劉備かける敵路いいよね。これだけ馬娘は昔からいました描写があると、ハーバーボッシュ法が確立される前の、馬娘の食料事情について知りたくなる。馬娘が人間と同じ食生活をする前提なら、普通に考えると遊牧民のモンゴルに、大量の馬娘を養う能力なんかありはしないんだが、当時のモンゴルに現実のモンゴルで、生きてた軍用馬の馬ソウルを持つ、馬娘が大量に生まれてきたのなら、馬娘世界のモンゴル帝国優勢の発端は、侵略による食料確保とかだった可能性はあるな。モンゴル馬娘は草食動物と同じような、微生物と共生関係にあって、その辺の草食っても栄養にできるんで、欧州や中東では考えられない数の馬娘を動員できる説見たな。日本人がワカメ消化できるようなもんか。個人的には断裂が気になる、WW2 ですらアメリカ以外は馬に輸送をかなり頼っていたはずだけど、馬娘が引く用の馬車的なのが開発されてるんだろうか。汽車や自動車発明以前の、馬に輸送頼ってたはずの時代がどうなるかは気になるところよね。流通を支配して、富裕層を占めてたかもしれん、あるいは流通を支配してなお食費賄ったらトントンだったかもしれん。
メジロとかの前身が流通で儲けた馬娘一族だったりしない？メジロとか馬娘の名門で、ステイヤー持久力のある馬娘を欲してるわけだし。古くから馬力車が流通を牛耳ってて、蒸気機関黎明期以降は、しばらくの間は馬車軌道が需要の取り合いしてそう。一人で運用できる、馬車や馬車列車なんてえぐいほど儲かるだろうしな。しかも馬ソウルの影響で馬娘の、人口は抑制されてるから低くてあまただろうし、メジロ家みたいな金持ちが多いのも当然だと思う。なんか重要な世界観の設定出してきおったな。スピンオフで馬娘戦争ものとか、馬娘水戸黄門とか見れる？馬娘の日常ものとか見たいね。レース関係ないやつ。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。